チュアニアです。ということでね、新魔王チャレンジのエルフリデ編成紹介していこうと思います。やっぱエルフリデ今回もめちゃくちゃ強いですね。まあ、特にね、この編成どんな人におすすめかっていうとですね、まあ、多色パズルめんどくさいよって人におすすめですね。私もね、結構そういうタイプなんだけど、わざわざね、単色で勝てるダンジョン、多色で勝つのバカ臭いなって思ってると人いると思うんだけど、私もそうなんだけどね。まあ、そういう人にはめちゃくちゃおすすめです。やっぱね、エルフリデですね、単色で超重力で火力出せるっていうのがすごく強いですね。あ、パズルとかもですね、まあ、2色見てればいいんで、まあ、カイドウとかのね、まあ、多色パーティーだと、まあ、全色見なきゃいけないけど、エルフリデはね、2色見とけばいいんで、マジで楽です。気楽。で、まあ、再潜入も楽ですね。死んだ後の再潜入も楽なんで、かなりおすすめです。ってことでね、見ていきましょう。どうぞ。例によってね、倍速で見ていきましょう。まず一回そうね、マルコ打って、クレハ打って、盤面調整していきましょう。火と光を貯めていきます。はい、マルコ、クレハ。で、火と光を貯めます。はい、OK ですね。さあ、続いて、ノクタリア貯まります。そしたらノクタリア打ってもらって、で、はい、ここで、はい、メビウス打って、で、クレハも打ちます。で、リーダーエルフリーで打って、で、殴っていきましょう。3列ですね。はい、6ゲシで、OK です。これで、まずは超根性まで削っていきます。はいと。そしたらね、クレハ溜まるんで、クレハ打って、殴っていきましょう。ここでノクタリアは使いません。次ね、指回復したいから、ノクタリアは温存です。はい、3列組んで、これで突破していきます。はいと。さあ、続いて2階層ですね。2階層ノクタリア打って、3列2回して、通パンしていきましょう。はいと。はい。じゃあノクタリア打っていきます。ノクタリア打って、はい、1列。さあ、で2列。ほいと。よし。さあ。で、3列目、頑張って組んでいきましょう。はい、3列。あ、できなかったね。まあ、超根性までは削ればいいんで、大丈夫です。はい、と、超根性まで削れてますね。さあ、じゃあね、次も、はい、列組んで殴っていきましょう。はい、と、さあ、これね、さすがに盤面悪いですね。はい、一旦耐久しましょう。6消しして、待っていきます。はい、さすがにね、きついんでね。エルフリではですね、8コンボで剣に貼れるんで、そこが優秀です。はい、じゃあ攻撃を受けてと。はい。よし。じゃあ、クレハ打ってね、突破していきましょう。はい。1列、2列。で、はい。3列目。組んで、はい。回復も組んでね。はい。OK です。はい。突破していきまーす。はい。OK。さあ、続いては3階層ですね。3階層ね、ここ、ルーレットの場合は、ノクタリア打ってください。で、暗闇の場合は、暗闇頑張ってください。今回、ルーレットですね。ノクタリア打って、ルーレット上書きして、で、一旦待ってからね、3列2回で突破してください。今回はですね、さっきね、一旦もう待ってるんで、このまま突破していきます。ほい。よし。さあ、光と、はい、3列ですね。これで削っていきます。ほい。さあ、続いても、はい、3列組んで殴っていきましょう。はい、1列。さあ、2列。さあ。はい。で、火取ってきて、はい、3列ですね。これで削っていきます。はい、OK。さあ、続いてはね、4階層ですね。4階層ですね、マルコ打って、リーダーエルフリーで打って殴っていきましょう。76なんでね、縦消しです。はい、マルコ、エルフリーでね、縦消しで6消しして殴っていきましょう。はい、6消しですね。はい、これで超根性まで削っていきます。はいと。さあ、そしたらね、攻撃受けて、ノクタリア打ってね、3列で殴っていきましょう。はいはい、光取って。さあ、光取って、火も取ってね、殴っていくんですけど、これね、今ね、2列目の方がね、ミスってるんで、これちょっとね、残っちゃいますね。はい。真ん中水属性だから水が残っちゃったと。はいと。さあ、適当に1コンボして、で、ね、殴っていきます。はい。でね、2列でね、まあ、いけるかなという感じだったんですけど、ちょっとですね、はい、残っちゃうんで、さらにもう一回殴って突破していきます。はいと、ノクタリア打ってね、列組んで殴っていきましょう。アレンダも打ちましたね。さあ、殴っていきます。はい、列組んで。さあ、もうさすがにね、ここまで行けば、はい、倒せるかなというところ。よし、しっかりと3列組めたね。じゃあ倒していきましょう。はい、OK。続いては5階層ですね。5階層盤面で3列を2回やってね、削ってください。クレハ打っても OK ですよ。はい。さあ、じゃあ列組んで。はい。で、火取ってきて。はい、火取って。はい、火取って、列組んでね。はい、3列ですね。これでまた超根性まで削っていきます。はいと。さあ、そしたらね、超根性5も殴っていきましょう。はい、クレハ打って。はい、1列で3列ですね。OK です。これで殴って突破していきます。はい、突破。さあ、続いては6階層ですね。6階層はノクタリア打って盤面3列で殴ってください。エルフリーデとクリハ打っても OK ですね。じゃあ殴っていきましょう。はい、ノクタリア打って。で、殴っていきます。はい、1列、
で、光取ってきて、はい、光取って、光取って、よし。さあ、光。光取って、よし。さあ、で、まあ、とりあえず2列でね、耐久しましょう。いいと。さあ、で、攻撃受けます。受けて、受けて、受けますと。さあ、そしたらね、エルフリーで撃って突破していきましょう。1列組んで、1列組んで、1列組んで、はい、OK です。3列で突破していきましょう。突破、超根性まで削っていきましょう。はいと。で、攻撃をさらに受けます。はい。はい。さあ、アレンドロね、軽減が優秀ですね。じゃあ、クレハ撃ってね、もう一回殴っていきましょう。1列、2列、3列と。これで突破していきます。はい、OK です。さあ、続いては7階層ですね。7階層マルコを撃って、フレンドエルフリーでスキル進化させて、殴っていきましょう。で、3列2回で通パンしていきます。はい、マルコで覚醒無効を解除して、はい、お二人は撃って、はい、アレンドも撃って、で、エルフリーでですね。さあ、で、スキルヘイストしながら変身してと。で、殴っていきましょう。はい、3列ですね。OK です。はいと。はい、OK です。さあ、回復はたどり着けなかったけど、まあ大丈夫でしょう。はいと。削っていきます。で、攻撃を受けますと。はい。はい。はいと。よし。で、また殴っていきます。はい。今回ね、回復をしっかりしたいですね。はい。光、光、光で。はい。回復取ってきて、回復四つ消しですね。はい。光。光。OK ですね。はいよ。じゃあ、これで回復しながら待っていきましょう。毒落ち込む危ない。突破。さあ、続いて8階層です。8階層、ゴーザンズの場合は、アレンド打って、まあ、リーダーエルフリーでもいいけど、ください。で、ミセスの場合はノクタリア撃って、共にね、両方とも3列で飛ばしていきましょう。はいと。よし。これで、ワンパン。さあ、続いては9階層ですね。9階層、孫権の場合は、クレハかリーダーエルフリーで撃って、4列で3パンとなってます。で、ガネーシャはエルフリーでプラスクレハで3列ですね。で、以降はですね、クレハの裏を貯めてください。はい。さあ、OK ですね。しっかりと組んで殴っていきます。ここは3パンですね。はいと。さあ、削って。さあ、アレンド撃って、また殴っていきましょう。はい、6ゲシ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 で、はいはい。で、回復取っていきましょう。回復取って、はい、いいですね。で、殴っていきます。はいと、これで半分超えますね。はいと、よし。さあ、半分超えたらね、別にこいつね、攻撃してこないから、別に1コンボしても OK ですね。はい。倒しに行ってるんですけど、別にね、1コンボしてもいいかなと思います。はい、OK です。じゃあ、突破していきましょう。はい。OK です。さあ、続いては、10階層ですね。10階層、大栗主の場合は、マルコとフレンドのエルフリーで撃って、対応してください。で、劉備はね、マルコを撃って3列です。はい。ノクタリア、エルフリーで撃って殴っていきましょう。1列、2列、3列と、OK です。これでワンパンしていきます。はい、ワンパン。さあ、続いては、11階層ですね。11階層は一旦待ってから、盤面で3列、2回して殴っていきましょう。1列、2列、3列。はい。よし。さあ、光取ってきて、光取ってきて、光取ってきて、はいはい、よし。で、殴っていきましょう。よし。で、超根性まで削っていきます。さあ、で、攻撃を受けていきましょう。はいと。さあ、そしたらね、また殴っていきましょう。はい、光取って、光取って。はい、光、光と。よし。で、はい、一旦ね、耐久していきます。さっき言った通りね、一旦待ちましょう。はいと。よし。じゃあ、突破していきましょう。はい、ノクタリア撃って。で、はい、6ゲシ。で、はい、6消しして。はいはい。さあ、光取ってね。6消ししてと。はい、OK です。3列組んで殴っていきましょう。はい、OK です。突破していきます。さあ、続いては12階層ですね。12階層シアリスは、非吸収の場合はエルフリーでプラス光のみの3列。で、光吸収の場合はエルフ撃って、エルフリーで撃って、火のみの3列で殴っていきましょう。さあ、はい。まずはね、耐久していきます。はい、これはね、はい、吸収じゃない方ですね。ルーツはこっちはですね、エルフリーで撃って3列で突破できます。はい、エルフリーで撃って1列、2列、3列と。はい、これで倒せます。OK です。はい、突破。さあ、続いて、モンボリューですね。今回は、はい、オデドラが出てますね。オデドラの場合は、マルクを撃ってエルフリーで4列でワンパンできます。ネプドラはエルフリーで撃って4列を2回ですね。半分時の毒花火に注意してください。で、シマドラはですね、爆弾に注意してエルフリーでの3から4列で倒せますと。で、シヘドラはね、ノクタリア撃って3列。で、超根性後は4列で殴ってください。はい。さあ、じゃあ待って、殴っていきましょう。裏溜まったね。はい。さあさあさあ。さあさあさあ。はい。また耐久していきます。はい、OK と。よし。
さあ、じゃあエルフリーで打って殴っていきましょう。はい、1列、2列、はい、3列、さあ、4列と、OK ですね。4列組んでワンパンしていきます。はい、ワンパン。さあ、ボスです。さあ、ボスはですね、ロックと指に注意して、まあ、エルフリーで打って殴っていくって感じになってます。で、まずね、最初はエルフリーで打って、ポップ打ってね、4列で半分まで削っていきます。で、半分後はね、覚醒無効はマルコで返してください。で、その後ね、エルフリーで打って4列で突破と。でね、次復活後ですね。復活後はね、エルフリーで打って4列組むだけですね。ポップとかは必要ないんでね。はい、殴っていくって感じになってます。はい。ってことで、まずは殴っていきましょう。はい、引取って引取って、OK ですね。4列で、まずは半分まで持っていきます。はい。OK。削ると。で、覚醒無効は、あれね、マルコね。はい。小賢しくなってるんで、攻撃を受けて、マルコ打っていきましょう。アビスフレーム、マルコと。よし。で、アレンドは打っておいて。はい。で、待っていきましょう。しっかりね、回復を取ってきて。耐久はですね、8コンボすればいいだけなんで、結構簡単ですね。はい、と、OK です。さあ、待ちます。はい、攻撃受けてと。さあ、で、エルフリーデを待っていきましょう。はい。さあ、ロックされてますね。はい、6消しして。はい、4つ消しして。火も。はい。火も。はい。よし、組んでと。さあ。で、待っていきます。さあ。エルフリーで溜まったね。溜まったんで、打って突破していきましょう。はい、エルフリーで。さあ、ノクタリアも打って、しっかり4列組んでいきましょう。1列、2列、3列。はい、4、4、4、4、4列と。OK です。これで突破していきます。はいと。で、復活します。はい、お帰り。で、エルフリーで溜まってるんでね。はい。はい。よしよしよし。さあさあさあ。はい。はいと、OK ですね。まずはクレハで殴っていきます。はい。よし。さあ、じゃあね、デバフもないんで、エルフリーで打って殴っていきましょう。6消し、6消し。さあ、しっかりね。はい。光取って、6消し。はい、6消しです。はい、OK ですね。しっかりと、6消し6消し、6消しして殴っていきましょう。はい。さあ、ラストね。エルフリーで溜まったら勝ちですね。それまでしっかりね、生き残りましょう。はいと。さあ、場面よく見えないけどね。まあ、8コンボすればね、軽減は貼れるんで、ここね、落ち着いてパズルしていきましょう。デバフも来てますね。の2人は打って指伸ばして、組んでいきましょう。はいはいはい。さあ、6消しして。さあさあさあ。はい、OK です。はい、OK ですね。しっかり待っていきましょう。よし。さあ、エルフリーで溜まったね。溜まったんで、エルフリーで打って終わりましょう。はい、アレンドも打ってね。で、はい、クレハも打って。さあ。いいですね。ジャブって。はいと。よし。じゃあ、エルフリーで打ってね、突破していきましょう。はい、デバフもないですね。エルフリーで打って、6消しして、殴っていきましょう。はい、サブエンハンスもかけておきます。6消し、6消し。はい、6消しして。はい、6消ししてと。OK ですね。これで、おしまいです。はい。ってことでね、よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイマーはこんな感じになってます。で、いつもとね、立ち回りの書き方違くて、矢印はですね、同じターンに打つスキルの順番ですね。で、スキルのね、ターン数に関してですね、丸1、丸2で表されてます。いつもはね、私、ターンの経過を矢印に書いてるんだけど、これはね、同じターン内で矢印。で、ターンの経過は1、2、3で表されてるんで、そこ注意してください。ってことで、続いて代用解説軽くやっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、エルフリーデにルドラー、ノクタリアにアマージュ、アレンドにメビウス、マルコにアイアンマー、クレハにポップ、エルフリーデにサボです。代用はね、マルコはチョッパーでも OK ですね。で、アレンドは軽減ループだったら何でも OK です。チーム HP に気をつけてください。で、次武器の代用ですね。まずルドラー。まあこれクリスマスファスカでも OK ですね。で、続いてアマージュとメビウスです。これはステモリですね。スキブプラスチーム HP2 つで OK です。で、アイアンマンです。これファガンでも OK ですね。クモ捨てて L 字武器でも OK です。続いてポップです。これはね、軽い半減以上の軽減スキルで OK です。バルボアとかですね。毒漏れたらなお嬉しいって感じです。で、続いてサボです。これはグランディスでも OK です。ってことで以上です。もし参考になったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。